髪の毛の湿気対策、皆さんは準備できてますか？どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、もうそろそろ湿気がね出てくる季節ということで、くせ毛で悩んでる方ってかなり多いかなと思うんですけど、それのね対策について今日はちょっと紹介していきたいと思います。湿気対策をしないとね、もう髪の毛ね、例えばですけど出勤される時だったりとか、もう朝起きた時点でもう髪の毛今日もうどうにもならないっていう風にね思ってらっしゃる方も結構多いかなと思うので、まあそれの対策をね、まあ5つほどちょっと紹介していきたいと思います。まずはもう大体なんですけど、まず絶対縮毛矯正をかける、もうこれが一番個人的にはベストかなと思うので、例えばですけどね、ちょっと緩めの癖の方に関しても、なんかこの時期だけはちょっとこううねってきて嫌だなっていう風にね、思ってらっしゃる方もいるかなと思うんですけど、そういう方に関してはもう思い切ってね、今ぐらいの時期に縮毛矯正しっかりとかけちゃって、でそうすると大体ね、まあ、1年間ぐらいはそういった湿気だったりとか、ちょっとうねりだったりとか、ちょっとした癖みたいなのが改善できるというか、1年間くらい持つかなと個人的には思っているので、まあ癖が弱い方に関してなんですけど、なのでもう思い切って一発全部かけちゃうっていうのも一つの手かなと思います。で、まあ癖が強い方に関しては多分ね、周期的にはね、まあ1年に2回ぐらいかけてらっしゃる方もいるかなと思うんですけど、例えばですけどね、5月6月ぐらいの時期にかけるか、あとは11月12月このまあ4ヶ月の間で1回ずつかけていく方も結構多いかなと思うんですけど、まあそういう風な感じでやる、あとはまあちょっとね周期が早い人だったら、まあ2、3ヶ月に1回ぐらいかけてらっしゃる方もいるかなと思うので、まあそのぐらいのスパンでやっていただければなと思います。それが一番やっぱ湿気には強いのかなって個人的には思いますね。であと2つ目なんですけど、まあ、全体っていうよりは、例えばこう前髪だったりとか顔周りが気になる方っていうのは結構ほとんど多いかなと思うので、なんかね全部かけてしまったらダメージ出ちゃうかなとね、そういうふうに思ってらっしゃる方もほとんどかなと思いますので、そういう方に関してはもう本当にね、こう気になる部分だけやってあげる、それだけでも結構個人的にはベストかなと思ってるので、まあね、朝出かける時だったりとか起きた時ってやっぱりこの辺が気になると思うので、まあ後ろとかもあるんですけど、でも自分が今見れるところっていうのは多分この顔周りの部分かなと思うので、そこだけをもうポイントでやってあげる、もうこれだけでも全然変わってくるかなと思いますので、まあダメージだったりとかね、全体かけるのはちょっとなって思ってらっしゃる方は、ピンポイントで、やっていただいたりとか、で多分今まであんまりやったことないっていう方に関してはここら辺だけやるだけでも結構印象変わるので、かなりおすすめになります。なので、ポイントでね、縮毛矯正、やってあげるのをベストかなと思います。で3つ目なんですけど、まあまあヘアレンジをする、まあこれもね結構一つの手かなと思ってます。で普段はね、例えば、まあ、ストレートアイロンだったりとかね、ブローとかで伸ばして、出かける方も多いかなと思うんですけど、もう湿気の時は大体まとめる方が結構多いかなと、ね、まあ、そういう方がほとんどかなと思うので、もう関しては、まあ、ヘアアレンジでねちょっと楽しんであげるっていうのも一つの手かなと思います。例えばね、まあ、前髪とかこの辺を下ろしちゃうとちょっとうねってきたりもするので、もし顔周りを下ろされる方に関しては縮毛矯正とかね、その辺も部分的にかけておいた方がいいかなと思うんですけど、あとはまあ後ろだったりとかでね全体的にまとめると、その分ね、まあ、いつもと違う感じでね、まあ、ヘアアレンジでちょっと、ヘアチェンジを楽しんでいただければなと思ってますので、まあ僕もね、いっぱいヘアアレンジの動画出してるので、その中でね一応長さ別、あとね時短でできるみたいな感じでね、いろいろカテゴリー別に、分けてますので、まあその辺を見てね、自分でこうしたいスタイルを、作っていっていただければなと思ってます。あとは、まあ4つ目とかは、まあスタイリング剤を変える、まあそれも一つの手かなと思ってます。個人的にやっぱりね、湿気が出るってなると、かなり乾燥してたりとか、ちょっとパサついてる髪の毛ってよりねもう広がったりもしやすいかなと思うので、まあオイルだったりとかちょっと保湿性の高いもの、髪の毛をコーティングしてくれるもの、
をつけてあげるとちょっとね潤うじゃないですか。そうするとまだ広がりだったりとかは抑えれるかなと思ってますので、なんかこうパサパサっとした感じの広がり、あれも結構嫌じゃないですか。そういうのはオイルだったりとかちょっと保湿性の高いもので抑えれるかなと思うので、そういったものを使ってあげる。ただうねりだったりとかは結構出てきちゃう可能性はあるので、まあ、そこはちょっと仕方がない部分なんですけど、このわっと広がってる部分だけは抑えられます。で最後、5つ目なんですけど、まあ、シャンプーだったりトリートメントを変える。まあ、そういった感じでね、シャンプーとかトリートメントを変えるだけでもちょっと髪質って変わってくるんですよね。で自分に合ったものを使ったりとか、しっとりとねまとまってくれるものだったりとかをね、使うとかなりね潤いとかも結構出やすくなります。乾燥して広がるような癖に関してはそれでも全然収まるかなと思ってますので、シャンプーとかトリートメントもね一応まあ保湿対策としてやってあげればいいかなと思います。まあ、結果的になんですけど、やっぱり目標線かけるのが個人的にはベストかなと思ってますので、まあ部分でもいいですし、全体にもやってあげるといいかなと思ってますので、検討していただければなと思います。逆にね、じゃあ宿毛矯正ね、をかけるってなった時に、結構ピンピンってなったりするね、もう明らかにかけましたよみたいな宿毛矯正ね、がすごく苦手って思ってらっしゃる方も結構多いかなと思うので、本当にね、それは、美容師さんの腕に結構かかってくるかなと思ってます。なので、やっぱりね、その美容師さん、宿毛矯正だったりとか上手な美容師さんを僕個人的には探した方がいいかなと思ってるので、そんなるとね SNS だったりとかブログでよくね宿毛矯正だったりとかを語ってる美容師さんは結構個人的には得意な方が多いかなと思うの でそういう方に関しては探して、で、まあ、予約を取っていただいて、まあ技術は多分ねこういろいろ見ていただいて、こういう事例みたいになるじゃないですか。ビフォーアフターとかでね結構写真を載せてらっしゃる方も結構多いかなと思うので、まあそういう方を、探して、この人だったら上手にやってくれるかなっていうのを探してもらって予約をする。そうするとまあある程度高い確率で結構ね自然な感じに仕上げてくれるかなと思います。でその時のオーダー方法なんですけど、とにかく私はこういうことがなりたくないとか、こういうのが嫌だっていうことだけ、伝えといてもらえたらなと思います。例えばね、宿毛矯正でもしっかりと伸ばしたいのか、本当にこう自然な感じに伸ばしたいのか、もうそれだけでも全然変わってくるかなと思いますし、特にここが気になるんですとかっていうのを、しっかりと、お伝えすると、美容さんね大体しっかりと答えてくれるかな、個人的には思ってますので、で、その当日行くときに、美容室行くときに僕個人的な考えなんですけど、美容室に行ってで、その時にねやっぱ普段癖だったりとかね気になる方っていうのはアイロンとか美容室に通して行ったりもする方も多いかなと思うんですけど、個人的にはもう本当に寝て起きてちょっと恥ずかしいんですけど、まあ自然な状態で結構個人的には見たいなと、もうこうやってうねりがこうやって出てきてるんですよと、大体自分で乾かした時にこうなってますっていうのを、個人的には最初に見たいかな。でそれを見た上で、あ、大体こうなるんだなっていうのを判断した上で、個人的にはやりたいですよね。それを見た上で、施術をしたいなって思ってるので、まあ、できれば最初にこうねちょっと恥ずかしかったりもするんですけど、この起きた状態を見ていただくのが結構ベストかなと思ってます。なのでそういう風な感じでやると、かなりの確率でね、いい感じの仕上がりになるんじゃないかなと思ってますので、ただ接客だったりとかね、そういうのをこう求めるなんかねサービスを求めるってなると、まだそれは別の話になってくるかなと個人的には思うので、やっぱり技術でちゃんとしっかり綺麗にしたいに関しては、そういった感じで探してあげるのはベストかなと思いますし、またこう人柄だったりとかっていうのはね、もうそれは会ってみないとちょっとねわからない部分もあるかなと思うので、まずはね自分の髪の毛をきれいにするっていうことの、を前提において美容室探しをするのがベストかなと思います。あとはねこの湿気の季節でね、結構やりがちなことっていうのは、ストレートパーマをかけるっていう方とかも結構いらっしゃるんですよね。ストレートパーマっていうのは基本的になんですけど、パーマをかけた
髪の毛だったりとか、ちょっとウェーブをかけた髪の毛、巻き髪カールをかけた髪の毛、これを、元に戻すのがストレートパーマです。なので自分の癖が綺麗になる、いってちょっとストレートにしたいからストレートパーマかけてくださいじゃなくて、この癖を取りたいから、まあこのパーマを取りたいからストレートパーマをかけてくださいならいいんですけど、癖を取りたいからストレートパーマをかけてくださいっていうのはあんまり、よろしくないかなと思いますので、どういうふうな、今は自分はこういう状況で何もしてないから、癖が出てますで、まあ自分の状況をねお伝えしたら一番いいかなと思うので、ただ、予約の時にストレートパーマでお願いしますじゃなくて、それともまああくまでもパーマを落とすもので癖を取るものに関しては縮毛矯正っていう感じの考え方で、予約していただければなと思います。あとはね、最近はヘアドネーションだったりとかね、結構ねやられる方も結構ほとんどかなと思うんですけど、今からの時期は個人的にはやめておいた方がいいかなと思ってます。なぜかというと、まあ、癖がある方に関してなんですけど、バッサリ切ったら多分ね、今までは髪の毛の重さでだいぶね、綺麗にね、ちょっと髪の毛が収まってた状態になるんですけど、切ったと同時に髪の毛が短くなって、一気にうねりだったりのボリュームアップする髪の毛もあります。なので個人的には、この季節、まあ、夏の季節が終わってからバッサリ切る方がベストかなと思うので、今の季節に関しては大幅なスタイルチェンジはしない方がいいかなと思います。あとはね、前髪をその時期に切っちゃう、こういうこともあんまり個人的にはお勧めしません。もうさっきのね、バッサリね、スタイルチェンジをするっていうのも同じなんですけど、前髪を切ることによって短くなるので、うねりが結構出やすかったりもします。で、思ったようなね、前髪にならなかったりとか、結局のところなんか縮毛矯正かけないとダメっていう状況になったりする可能性もあるので、もちろんね、縮毛矯正をやるっていう前提で、バッサリカットしたりとか、あとは、前髪を切ったりするのも結構いいかなと思うんですけど、そうじゃなくてね、普通に湿気対策で短くして、やるとちょっと収まるんじゃないかなっていうふうに、思うと結構失敗する可能性もあるかなと思うので、湿気の季節にやるようなね、今のね3つの、ことは、やめていただければなと思います。ということでね、湿気の時の対策についてちょっと紹介させてもらいました。個人的になんですけどね、本当に楽したいのであれば縮毛矯正が結構ベストかなと思います。あとね、髪質改善っていうものもあるんですけど、あれもね、縮毛矯正を使ったりとかトリートメントをやったりとかする可能性も結構あるので、まあ、自信持ってやってる美容室だったらいいかなと思うんですけど、個人的には縮毛矯正の方が癖は絶対に伸びるかなと思っているので、まあ、ダメージもね、上手な美容師さんは、しっかりとそれも考慮した上でやってくれるかなと思いますので、上手な美容室を探して、行っていただければなと思います。正しいね、知識を持ってこのね湿気の対策に臨んでいただければなと思ってますので、気になることがもしありましたらこの動画を見てね、コメント欄にね、たくさん書いていただければ、答えれる範囲でしっかりと答えさせていただきます。なので、よかったら参考にしてみてください。はい、この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。